2014年11月12日、欧州宇宙機関の水星探査機ロゼッタから着陸機フィライが放出され、チュリモフ・ゲラシメンコ彗星への着陸が試みられました。フィライは装備された森を彗星表面へ突き刺して着陸する予定でしたが、森がうまく作動せず、表面でバウンドして行方不明となりました。その後2年間、フィライを発見するために数千枚に及ぶ画像解析が行われ、ロゼッタミッションの終了直前になって。 傾斜90度以上の崖の下の隙間に着陸器が挟まっていることが発見されましたフィライは最初のタッチダウンの後に水性表面をかすめるように衝突してさらに2回のタッチダウンを経てこの場所に落ち着いたことが分かっていますこれまでの研究では最初と最後のタッチダウン地点周辺の観測データから水性核の物理的特性が報告されていましたが2回目のタッチダウンのデータから何が言えるのかは分かっていませんでした今回紹介する 2020年10月28日に Nature で発表された論文では2回目のタッチダウンの時のデータから水星内部の資源的な氷に関して貴重なデータが報告されましたまずロゼッタで得られた数千枚もの画像を用いて水星表面の詳細な形状モデルが作られフィライがどのような軌跡をたどってバウンドしたのか解析が行われましたこの中で特に注目すべき画像がフィライが最終的に落ち着いた場所の近くにあった 2つのボルダーの間が白くなっている箇所です。まるで何かがボルダーを切って、切断面が明るくなっているように見えます。フィライの着陸前後の画像解析から、切断面が探査機の形状と一致することが分かり、また、スペクトルデータから、切断面に水氷が豊富に含まれていることも判明しました。フィライが、姿勢のコントロールを失って、水性表面をバウンドした際に、偶然、氷のボルダーを切ったようです。測定された切断面の反射率から、 このボルダーの氷の割合は30%程度と推定されました。これまでチュリモフ・ゲラシメンコ彗星の平均的な氷の割合は25%以下であることが報告されていますのでこのボルダーには比較的氷が豊富に含まれていたようです。また切断面には探査機の形状による圧縮の跡が残されており画像解析からボルダーの表面が。 深さ 25cm にわたって圧縮されたことも分かりましたこの 25cm という数字が重要なデータを生み出すことになります物質を圧縮していくと力を加えていくにつれて物質がどんどん硬くなっていきますこの時圧縮による形状変化と圧縮にかかった時間を測定することで物質の圧縮強度を求めることができます先ほどボルダーが 25cm 圧縮されたことが分かりましたがそれではもう一つのデータ 圧縮ににかかかったた時間をどののようう測定したのでしでょうかフィライには磁力計が搭載されており一種のジャイロスコープのような役割を果たすことで探査機の姿勢や速度の変化を読み取ることができますこちらのグラフは横軸が時間縦軸が磁力ですここから探査機が氷の圧縮に要した時間は3秒間だったことが分かりましたこれらのデータからフィライが圧縮した氷のボルダーの圧縮強度は12パスカル以下だったことが判明しました これは降ったばかりの新雪やカプチーノの泡より柔らかいことを意味します。氷がこれほど柔らかいということは氷内部の空撃率が極めて高いことも意味しており実際に空撃率が75%に達するとの見積もりも得られました。一方で興味深いことにフィライの最初のタッチダウンと最後のタッチダウンの時には表面物質の圧縮強度は1スカルや2スカルと見積もられています。このことから水性表面には 極めて柔らかい場所と硬い場所が不均一に分布していることが裏付けられましたこれまでチュリモフ・ゲラシメンコ水星表面での画像解析から水星表面物質の圧縮強度が局所的には数十パスカル程度であることが間接的には示唆されてきましたがそれらの推定はモデルに強く依存していましたそのため探査機によるボルダーの圧縮というより直接的な手法で計測した本論文は極めて重要な意義を持っており ネイチャーに掲載されるに至った強い理由になったと考えられますそれではご視聴いただきありがとうございました次回もお楽しみに